戦後、ドイツのニューウェーブ映画運動ニュージャーマンシネマ時代に活躍した、映画監督の一人、ベルナー・シュレーターは1945年終戦の直前に、ドイツのチューリンゲンという場所に生まれました。心理学に興味を持った彼は、マンハイムの大学で心理学を学ぶものの、たった3学期で大学を去ってしまい、その後ミュンヘンのテレビ映画大学に進みました。ただそこも、すぐに、去ることになり、1960年代後半から、活発に映画制作を始めます。1969年に撮った、アイカカタパが、ジョセフ・フォン・シュテルンベルク賞を取り、それなりに映画業界で名が知られるようになった彼は、生涯を通じて30本程度の映像作品を撮りました。オペラや演劇の演出などもやっており、そちらは80本程度の作品が作られたようです。映像作品の代表作品は先ほどのアイカカタパや、マリア・マリブランの詩、商業的もしくはストーリー映画として初めて撮ったナポリ王国やパレルモもしくはボルフスブルクという作品が1980年の、ベルリン映画祭で、金熊賞を取っています。遺作はこの夜に、という作品で2008年に撮られました。個人的にはこの作品が、シュレーターの中では、一番、お気に入りの作品です。ベルナー・シュレーターの全作品を眺めてみると、2種類に分類できるのかなっていう気がしてるんですね。で、一つは、初期の頃から作られていた、実験映画的な映画で、もう一方は、商業的とまで言うと言い過ぎかもしれないですけど、ストーリーがある映画、この2種類に分けられる気がします。で、共通して、死とか愛とか苦悩とか、そういった、普遍的なテーマっていうんですかね、大きなテーマを、描くという点では共通しているんですが、その描き方に多少、違いがあるかなっていう、感じですかね。で、実験的な映画の方は
まあ、美的な感覚で、まあ、作られていて、まあ、その色彩とか映像美とか、そういうので、まあ、観客は見るっていう感じだと思うんですけど、まあ、オペラが使われたり、絵画、名作絵画が、まあ、背景にあって、それと、まあ、似たようなコンポジションというかな、配置を取ってみたり、まあ、一方では、フリッツ・ラングのニーベルングの指輪なんかが、アイカ・カタパの中では、まあ、引用というか直接的な引用じゃないですけれど、まあ、真似し、そのシーンが真似、あるシーンが真似して撮られていたり、といった感じ。まあ、オペラに関して言うと、まあ、どこでどういうオペラが流れている、でそのオペラっていうのはこういう歌で、あ、歌っていうかな、曲で、まあ、こういうテーマのものだといったことを、まあ、観客が、まあ、分からないと、なかなかその実験的な映像からだけではその、シュレーターがどういったテーマを描いているのかっていうのはなかなか、見づらいのかなと、思います。もう一方で、ナポリ王国、から作られ始める、ストーリーが比較的ある映画、まあ、商業的な映画とも言われたりしますけど、そういうような、一連の作品、パレルモ、もしくは、ボルフスブルクや、愚か者の日、もしくは遺作となった、まあ、この夜にっていうのも、まあ、その一つかなと、思います。そういった作品では、社会というか、ある秩序の中に、馴染めない、人たちが出てきて、その秩序との、まあ、葛藤が描かれたり、du dir was vorzuwerfen? Müssen wir uns nicht alle etwas vorwerfen? Clara! Wissen Sie, wo sie ist? Ich habe mit Ihrer Clara nichts zu schaffen. Fragen Sie lieber Morasan. Morasan ist der letzte Dreck. Wer gibt zurzeit die Befehle? Hast du Vinyal gesehen? Immer noch verliebt? Sie werden nicht rauskommen, die Stadt ist umstellt. Wir haben doch alle die Cholera! Die Cholera ist eine Erfindung des Regimes. でオネッティの小説を、まあ、映画化したものなんですが、まあ、ある国で、反政府的なっていうかな、反体制運動をしていた英雄が、まあ、一時は亡命していたものの、まあ、帰ってくると。で帰ってきて、帰ってきた日の夜に、愛人を探す、その一晩の、物語を描いたものなんですが、まあ、この映画は、まあ、今までストーリーで描いてきた、まあ、社会的な批判性っていうのかな、まあ、そういうものとはちょっと、違って、彼が、持っている、まあ、ロマン派的な、思考っていうんですかね、夜っていうのは、まあ、ロマン派のモチーフで、まあ、昼間の合理的な思考とかが、まあ、停止して、まあ、幻想的な世界っていうのかなが、まあ、訪れる時ですけれど、まあ、そういうのを舞台にして、主人公は、その国がですね、あ、そうだ、言い忘れた、帰ってきた
その国はですね、実はその反政府軍というか民兵たちに、支配されて、まあ、いわゆる無政府状態になっていると。でその中で愛人というか恋人を、まあ、探すんですが、まあ、普通の秩序ではなくなっているので、もちろん、まあ、あちこちで、まあ、暴力が、まあ、噴出していたり、もしくは官能的な、場面に出会うと、そういうような、まあ、普通の秩序が停止した中でそういったものに出会うと。でその時に、シュレーターの映画の中で、まあ、全部を通して、まあ、しばしば使われている赤白黒のモチーフなんかがわっと、まあ、噴出するっていうんですかね、まあ、風船が飛び上がるシーンがあるんですけど、そこも赤白黒の風船だったり、そういうような、まあ、実験的な映画で使われてきた、まあ、色のモチーフとか、まあ、視覚的な効果っていうものも取り入れつつ、まあ、ストーリーも描くと、そういう意味でなんか両方とも、なストーリーがあるもの、実験的なものっていうのかな、両方ともなんかすごくいい感じで、取り入れられている気がして、すごくその遺作となっているこの夜にという、まあ、映画が、一番気に入っています。まあ、マリア・カラスから影響を受けていると、本人が、まあ、かなりマリア・カラスから影響というか、マリア・カラスに、まあ、見せられているっていうんですかね。まあ、彼はあのマリア・マリブランっていう人も、19世紀の、女性のオペラ歌手で、この人も悲劇的な、人生を送った人ではそうですけれど、そういった、比較的なんていうのかな、まあディーバっていうんですか、しかも、悲劇的な運命をたどったそういう人たちに、まあ、見せられると、いうような、まあ、傾向というか、そんな、人ですけれど、wenn du sagst, ich liebe dich, dann muss ich weinen, bitterlich. それはダニエル・シュミットのインタビュー、
それともミシェル・フーコーとの対談。ダニエル・シュミットがシュレーターにしたインタビューです。うん、どうでしょう、何か印象に残った箇所ある突然降るという、うん、あれでも読まれてるんですか。それ昔ドイツ語のオリジナル読んだ覚えがありますけども、何かもう何年も前なんでちょっと内容忘れちゃったけど。これいつのインタビューとか分かりますか。多分まだそれ80年ぐらいに出た本に載ってたんで、うんうんうん、ドイツではシュレーターの本はかなり出てるんですか。いや多分そのいわゆる映画作家のシリーズの本の中に一冊あるぐらいじゃないかなと。じゃあ最初の本はフランスから出たジェラール・クランの本が。あ、そうそうそう、そっちの方が早いと思います、うん、明らかに、うん、そうなんですね。でその後シュレーターって別にドイツでそんなに評判取ってるわけでもなく、みんなが見てるわけでもなく、うん、ただどうなんだろう、あの映画だけじゃなくて舞台の演出ね、オペラの演出とかもやってるんで、うんうん、知ってる人はみんな知ってるんだけれどっていう。でこういう、これ死んだ後かな、死んだ後にこの本出たんですよ、自伝、うん、ウェルナー・シュレーターの自伝で、彼がずっと書いてた、そう自分の書いた文章、うん、で、あのもう最後のところの年表はもう要するに1945年に生まれて2010年に死んだというところまで全部入ってて、うん、その意味ではシュレーター完結した後にこの自伝が出たっていう。だから準備してたってことですか、うん、まあ、ずっと書き溜めてたんでしょうね、うん、うん、いやというか、あのシュレーターってなんだろうな、2006年ぐらいかな、5年か6年ぐらいにがんが発見されて、うん、その後要するに5年ぐらいずっと闘病しながらその最後の活動をやってたんで、うん、だからもう年表なんか見るとここで何ヶ月も入院とかね、治療とかそういうのばっかりになってて、でその合間を縫って舞台とかをやってたっていう。で 舞台監督としてはどういうふうに評価されてたんですか。私全然舞台はもうなくなってたので、あ確かに見たことが一度もないんですけど、うん、そうか、別にフランスで公演とかしてないんですかね。してたかもしれないんですけど、うん、私が初めて彼の作品を見たのは日本でビデオで愚か者の日とマリーナを見て、うん、その後パリに行って2010年に来た時にちょうどレトロスペクティブが始まってだったので、うん、もう亡くなってたんです。でその時に撮ってみたという、うんうん、うん、でもその意味では本当にもうレトロですよね、なんか、うん、いやでもね、どうなんだろう、映画ってなんかちょっと実験映画でちょっと誰でも見て面白がるっていうのとちょっと違うタイプでしょ、うんうん、そうですね、確かに刺激的なんだけど、うん、でも舞台演出って一回ね、そのベルリンのあのベルリンアンサンブルっていう、あのブレヒトが作ったあの芝居小屋、うん、元東ベルリンにあった。でもうその頃あの統一されて壁の開いて数年後でしたけど、うん、その時にそのシュレーターが演出家で招かれて、あの舞台演出やったの見に行ったんですよ。多分ね95年か96年ぐらいだったんだけど、その時にチャップリンの殺人狂時代を舞台にしたっていうのをやってて、これがもうものすごくスタイリッシュな、すごいおしゃれな舞台 で俳優たちもなんかものすごい軽やかに演技するっていうか、あのチャップリンみたいなのくどい演技がないの でそれで非常になんかいいなと思ってて、うん、でその時終わった後、あの要するにロビーに残っているとシュレーターが出てきていろいろトークもやってくれてっていう、うん、でその時にあのスクリーンでね、あの映画の上映してたんですよ。あのでそれはなんかシュレーターが特に好きなというか特別思い入れのある映画というので何かっていうと、ドライヤーのサバカルジャンヌ、ジャンヌ・ダルクので、なんかこの映画がすごい好きなのでということを言ってて。それはやっぱりクローズアップとかと関係があるんですかね、うん、あのそういう要するにファルコネッティのクローズアップがずっと映ってたんですけどね、うんうん、要するに、まあ、ある意味でその女性の柔軟、まあ、パッションですよね、うん、というのを延々映すということで、だからその意味ではシュレーターってそういうなんか苦悩とか苦難とか、うん、あんまり喜びというよりはむしろそっちの方の坂なのかなみたいなのが入りましたけど、でもどうですか、月立さん、そのシュレーター体験っていうのはどんなもんでした。私がだからシュレーターに興味を持ったのは、私が自分が研究しているフィリップ・ギャレルを通してで、うん、なぜかというと1988年に撮られたレミエスタイル・ドラールっていう芸術賞という作品に彼が出演していて、でその作品はフィリップ・ギャレルっていうのは、まあ、一般的に孤高の映画作家として評価されていて、はいはい、まあ、一人で映画を撮っていて、うん、
まあ、ニコと2人 で、うん、でニコがまあとっても有名だったからやっぱりその時代のことをずっと語られ続けて現代までずっと女性が出て亡くなるとも全員ニコだと言われてっていうのがあるんですけど、と彼は常に世代っていうものに興味を持ってて、映画、そう、私あの映画を語るときに僕の世代は、僕の世代の監督はっていうふうに絶対主語が私じゃないんですよ。私小説って言われてるけどいつも僕の世代はっていうふうに語っていて、それがずっと気になっていて、でレミニステル・ドラーフっていう彼が、彼の世代について撮ったドキュメンタリーを見て、そこにはエルナ・シュローターがいたし、シャンタラ・ケルマンがいたし、ブナー・ジャコ、アンドレ・テシネ、あとエベルナ・シュエター、あとその中心にいたのはジャン・ユースターシュ、はい、でジャン・ユースターシュもつながっていて、ウェルナー・シュローターと、なぜかというとマリーナっていうのはあのジャン・ユースターシュに捧げられた作品の、あ、マリーナ、そうです、最後に、うん、あ、ジャン・ユースターシュっていう一文があって、そこから私はウェルナー・シュローターに興味を持っていて、でも日本では愚か者の人マリーナしか見れなくて、そうですね、その辺ぐらいしか多分ソフト化されてなかったですよね、当時ね、あ、でもその作品にはレオス・カラックスも最後に出てますね。 あとジャンピエール・レオかな、あ、そう、カラックスも同世代、カラックスは同世代というか、彼にとってフィリップ・ギャレーとか、あのその前の世代にとっての自分たちの後を継ぐ映画監督っていう形で最後に出てくる、あ、そうか、要するに世代といっても同い年とかそういうのじゃなくてちょっと幅があるわけですね、うん、そうですね、なるほど、だからジャン・ユースターシュから始まっ って最後はレオス・カラックス、まあ、言ってみればそのヌーベルバーグの人たちよりもちょっと一つ下の世代の塊ということですかね、一つ下の世代なんですけど、実は例えばガレルだったら撮り始めたのはほとんど一緒、まあ、ちょっと 2,3 年ずれてるだけで1964年、あ、早いんだ、そのヌーベルバーグでもなくて次の世代でもない、なんかその歪みの間にあったさ監督みたいな、なるほど、ベルナー・ショータも若くして撮り始めたし18歳ですよね、確か、まあ、60年代だね、歳とか確かに同じ頃ですよね、アケルマンも18歳で撮っているし、あ、そうか、でもそう考えると確かに、まあ、シュレーターって要するにドイツの文脈でいうと、いわゆるニュージャーマンシネマの一人ですよね、まあ、新しいドイツ映画の一人と、でだからそれこそ世代でいうと1945年、まさにあの第二次大戦の終わる前後に生まれたその塊の人たちが戦後世代としてわっとで乗してきたという、でだからまあファスビンダー、ベンダース、ヘルツォークといったあの世代、でそれで大体同じ年なんですが、逆に言うとそこにシュレーターをはめるよりも、なんか今聞いたようなユスターシュとかアケルマンとか、ガレルとかと一緒にいる方がなんか収まりがいい感じがしますね、なんか不思議なことやけど、でもあのウェルナー・ショータってよくパリに来ていて、っていう話を、フィリップ・ギャレルからも聞いたことがあって、多分76年ぐらいに、ロッテルダムで会ったのが初めてだって言って、そのロッテルダムにはシャンタル・アケルマンもいたしっていうか、ちょっと、ロッテルダムってやっぱり実験寄りの映画祭、アンダーグラウンド寄りの映画祭で、まあ、そこで初めて出会ったのが彼との出会いだっていうのは聞いたことがあります、なるほど、どっちかというとやっぱりその実験的な傾向が好きなんですね、月立さんね、そうですね、あの物語映画といういわゆる物語のない方がいい、だとするとさっきあのね、そのシュレーター最初見たのが例えば愚か者の日、まあ、もちろんいわゆる普通のストーリーではないけれども、でも初期のその単に映像的なものがずっと連なっていくのとは違って、一応お話の枠ってあるじゃないですか、マリーナにしてもね、もちろん、そういうのってどうでした、だからいやでも何て言うんだろう、話は全然覚えてないです、何が起こったか、もう今イメージしか覚えていないです、愚か者の日もマリーナも、どんな話かって説明されたらとても困りますね、ま、最後の子もバタンと倒れる、覚えてるなって、あ、確かにね、ああいうイメージは確かに強烈に残ってるかもしれない、いやいや本当愚か者の日ってでもちょっととっつきにくいっちゃとっつきにくいかな、でもあれからなんかシュレーター体験始まるってちょっといびつですよね、そうですね、いやでもまあなんていうのかな、でも魅力はあるんですよね、不思議な、なんかすごい人工的で、なんかあんまりなんていうんだろう、見てああいいなとかね、あの心にズンと入ってくるっていうそういう直接あんまないんだけど、なんかじわっと見ててなんか鋭さもあるし、
でキッチュなんだけど安っぽいとは思えないし、そうですね、なんでしょうねあれ、うん、いやでもね、その当時 の, そのニュージャーマンシネマってああいうちょっと安っぽいキッチュさんみたいなのを売りにする作家って結構いたんですね。ファスピンダーもそういうとこあるんだけれど、うん、フランスってどうなんだろう、なんかああいういかにも人工的に作って様式を際立たせましたみたいな愛作ってなんかフランス当時のフランス映画にあまりない気がするんですけど、60年代70年、うーん、あんまりないかもしれないですね。顔ガレルもすごいその、うん、スタイリッシュだけど、うん、顔に対する関心っていうのはあるかもしれないけど、うん、フィリップ・ギャルだったらあの孤高だったり、うん、女性の顔あとにかくじっと見つめていくってやつ、うんうん、ただ言葉もなく、そうだな、ちょっとね、一人いるんですよ、あのウェルナー賞にすごい影響を受けてるんだけど、女性監督で、はい、実験映画の人で、でもね彼女は80年代ぐらいだと思うんですよね。え、なんて人、すごくねマイナーなんですよえ、日本では紹介されてない方、ないです。コレクティフジュニシネマっていう実験映画の上映会で見たんですけど、うん、え、お名前は何て人なんですか。名前がねちょっとね、あ、酔っ払ってるせいかちょっと出てこないんですそうですか、じゃあ今度ちょっとじゃあ主役になった時にちょっと思い出して教えていただければ、うん、え、それはやっぱり作風も同じような感じっていう、すごく女性の顔がお化粧されてて、それに対してクローズアップで言葉がない、うん、とダイアログがないっていう映画だったかな、うん、それは結構短い短編、いや70分ぐらいだったと思います。 それだけで70分、顔だけで70分、ほとんどな体と、うん、ほとんどアクションなく70分でそれだけで済んでいくっていう映画を5ヶ月ぐらい前に見た気がしますね。あ、本当に、うん、すごいですね、その要するに見てて要するにあの目をそらせないような、なんかそういう変なものがあるわけで、うん、いやシュレーターも確かに初期のって本当にね暗い空間の中に俳優の体や顔が延々映ってるの多いけど、うん、70分一つの顔とかやったらこれはすごい過激かもしれないという、うん、ちょっと、うん、シュレーターとかに比べてやっぱ力、映画のイメージの力とかはやっぱり弱いかなっていう感じはしたんですけど、やっぱりでも影響は受けてるなと、うん、あ、でもそのイメージの力って不思議ですよね。なんであの60年代とか70年代にあの活躍してた人々の映像っていうのは、うん、もう見ただけでなんかその個性がドンと出るような、あの強いイメージの力って、うん、これってもう要するにね、あの21世紀になってもそういう新しい映画とかあちこちで若い人と出てきて出してるけど、あのなんて言うんでしょう、これこそイメージみたいなそういう強いのって確かになかなか出会えなくなってきたなと、うん、そうですね、いや本当にフィリップ・ガレルもはっきり言ってあんまりあの好きだなって思ったことあんまりなくって、実を言うと、うん、なんか距離があるんですよね、うん、何なんだろうな、まあ、もちろんその距離を楽しむのがあの、うん、ガレルを楽しむ良さなのかもしれないけど、だからそれからすると例えばあのシュレーターって、シュレーターも確かに距離があるんですけど、うん、ただなんか自分が好きなものを撮ってるっていうのは最初にあって、でこれ面白いのはあのシュレーターって基本的に映画ファンというとちょっと違う感じがするんだよね、うん、だから、あのもちろんあの幼い頃からまだ若い頃からね、ティーンの頃から8ミリでフィルムで自分で撮ったりしてたけれど、なんかその映画で自分の映像を撮ったり撮影するっていうのに興味を持ってるというよりも、幼い頃あの要するに若い頃からのアイドルって要するに彼にとってはマリア・カラスだったわけでしょ、うん、でそのマリア・カラス、まさにオペラの女神ですよね。でそのオペラの女神というのがあの圧倒的なその存在としていて、でそこで自分がその映像表現のメディアを得た時に、でマリア・カラスもその当時だとするとあのカラスって全盛期短かったから、もう舞台で本当に華々しい頃っていうのを今撮りに行くことはもうできないと、うん、ということはすでにもう過去の終わりつつある存在としてのその女神がいて、うん、でそれを映画という、まあ、直接じゃないけど撮る時にあの、うん、今の旬を撮れないという時に何をするかというと、うん、写真、ね、写真とか、そう、ね、そう、死んでしまったもの、過去のもの、うん、死んでしまったもの、思い出というものを何とかして再構築して映像に定着するという、うん、非常になんか
死体愛好的なと言っちゃ、あの逆になんかね、うん、月並みになっちゃうけれども、そういうとこから始めたわけでしょ、うん、ということはもう最初からなんかシュレーターって目の前にあるものを映すんだっていう、うん、映像作家の基本的な欲望欲求というのから始まってない感じが、うん、ちょっとガレルと逆ですね、うん、ガレルは目の前にあるものをどうやって捉えるかということしか考えてない人だから、うんうん、そういう意味ではコミュニケーションを取ろうとしてると、うん、カメラを通して、うん、そう、うん、そうだからシュレーターってなんか目の前になんか取られるべき現実の対象があるって感じがしないですよね、うん、確かに、うん、それは本当にあの街に出て街並みの撮影しても、うん、やっぱりなんか知らんけど作られた感じが、やっぱり実験映画のグレゴリー・マルコ・ポーロとか、ね、そこから来てるからっていうのもあるんじゃないですか、うん、ガレルはやっぱり実験映画じゃなくて、うん、もともと普通の例えばヌーベルバーグとかから来てる、なるほど、クラシックのアンリ・アングロワンの、うんうん、を介していろんな映画を見てるから、うん、割とクラシックの方から来てはいる監督なので、なそうか実験映画のね、うんうん、実験映画ももちろん彼はアンリ・アングロワンが紹介した時にいろいろ見ているけど、うんうん、ベルナー・ショータだって確か開演のインタビューで自分が一番こう影響を受けたのはやっぱりグレルボリン・マルコ・ポーロスだっていう方のことを言ってました、うん、ああなるほど、そうなんだ、うん、要するに、クノップでしたっけ、なんか映画祭、実験映画祭でなんかそこにまだ若い頃見に行って、うん、要するに当時はなんかね、あの映画作家だと映画監督だと映画を志している人だとみんな行きたいようなところで、うん、まあ、そこであのいろんな実験映画を見て、うん、まあ言ってみればこんな面白い世界があるんだということを実感し、というのは、まあ、この時代の中にも早い段階で出てくるんですけど、うん、ただ面白いのはね、この中でそのじゃあ見た作家たちね、うん、について、まあ、例えばそこにはあのウォーホルもいれば、そのまあケネサンガもいればみたいなのもずっとあるけれど、うん、そういう映画愛のことって実はこの自伝ってあんまり書いてなくて、自分の実体験の方でその時にあのちょうどその世代的にあのそのニュージャーマンシネマの同じ世代であの有名なローザ・フォン・プランハイムという、うん、あのまあ映画監督いるんですけど、でプランハイムはどっちかというとあの性的マイノリティ の, その政治運動的な部分に興味を持って、うんうん、映画をそういうちょっと政治的なメッセージ性のために作ることが多くて、その意味ではそこの短美的なシュレーターとちょっと一あのたもと分かってるんですが、うん、そのクノップの映画祭で初めてこのローザ・フォン・プランハイムに会ったと、まだ10代の頃に、うん、でその時にですね、これ面白いエピソードが、なんかシュレーターってなんか非常に何なんだろう、繊細ですごいいろんな葛藤を抱えた人らしく、ちょうどその頃、うん、拒食症だったらしいんですよね、うん、なんかあの身長180ぐらいで体重60キロぐらいしかなかったと、うん、でそんな状況でもうフラフラの状況でその映画祭に行ってその新しい映画を見たんだけど、うん、もうこのままこれを見てこれがもう人生最後のうん、あの映画祭の遠出だと、うん、もうこの後死んじゃおうかと思うようなつもりで行ったらしいんですよね、うん、でその時にその映画を見て生かされたんじゃなくって、そのローザ・フォン・プランハイムと初めて会って、うん、それで初めて愛を知ってと、うん、それでその後物が食べられるようになってというね、というエピソードを書いてありました。だからなんて言うんだろう、彼にとってはまさにそういう愛が生きる力を与えてくれたみたいな、なんかすごい、うん書いてあったんですけど、いやいや、ガレルってどうなんですか、そういう個人的な愛のとかそういう体験みたいな。でもなんか一般的には個人的な愛の体験しか描いていないと言われてますよね、うん、ニコだったり、うん、ニンセバーグだったり、その物語をずっと繰り返してる、うんうん、まあまあ、うん、確かにガレルの映画って思い出すとすごいなんか自分はでも同じ話なんじゃないかと言われる、うんうん、でも逆に言うとシュレーターってその意味では自分自身の自伝的なというか、うん、もしくは自分のプライバシーみたいなものが反映している映画って逆に撮らなかったですよね。そうですね、うん、全てなんか様式化された、でしかもあの古代古典的なそういう物語とかイメージであるとか、うん、例えばオペラの名場面であるとか、うん、あの歴史文学の、ね、名場面であるとか、うん、そういうものに必ず固くして描いてたというか、託して描いてたというか、うん、うん、でも多分78年のナポリ王国ぐらいから変わるんじゃないですか。あ、そう、ダイアローグを持ち始めるから、そうそうそう、そこで初めて普通に劇映画として通用する映画を撮ったということで、うんうん、そうか、うん、そう、その年にガレルも秘密の子供を撮って、うん、初めて30ページシナリオを書いて、うん、
自分の話を語り始める。その前はあの多分シュレーター寄りだったとは思うんですけど、内なる傷跡とか、ああだって人の感情とかを、うん、こうそこに投影するのが難しい作品ばかり撮っていたから、うん、現像液とかモノクロ、うん、無声、はいはいはい、まあ、確かにね、うん、実験室の映画みたいなね。そうですね、うんうん、でも何でしょうね、そういうある種の一般観客に一歩寄ってくるその決意っていうのは何でしょうね、うん、何でしょうね、うん、私は思うにガレルはやっぱり経済的な問題があったのと、うん、ニコと別れたのとか、はいはいはい、まあね、私生活の問題があったと思うんですけど、私ウェルナー・シュロータはなんでこれをナポレオン国を取ったのかってよく知らないあのなんか子供の頃ナポリに一回生活してたことあるらしくて、うん、でその意味では自分としては南イタリアというのは、まあ、身近な存在だったみたいですよね、うん、いやそれであとシュレーターって面白いのは耽美的なんだけど基本はやっぱり68年世代の申し子ではあって、うん、自分ではそういう政治的な活動は表立ってしないんだけどそのローザ・フォン・プラヘムとは違ってね、うん、でも作品の中に何かある種の抵抗とか怒りみたいなのって必ず混じると思うんですよね、うん、あの見てると要するにそのオペラとかそういうモチーフを使いながらも何か認識をバサッと切ってくるというか何か迫ってくるというか何かあって怒りの何かエネルギーの片鱗みたいなものが、うん、でそれが70年代になってきていわゆるニュージャーマンシネマの人々がだんだんと話題になってきて、うん、でそれこそファスビンダー等が社会的にもその有名な、うん、言ってみれば何でしょうね、新進のあの若い才能でしかも社会に発言してくる新しいタイプの映画作家として出てきた時に、うん、まさにその時シュレーターがそういうある種の社会問題を絡めたようなテーマ、うん、ただし彼なりのある種のすごいスタイリッシュな物語ではあるんだけど、うん、でも、ね、イタリアの貧しい地域の人々の生活というとまさにそういうね、うん、ヨーロッパ内の格差問題であるとか、うん、でそれをまずそのナポリ王国で取り上げて、うん、でそれでしかもその後パレルモまたはボルフスブルクっていうのがあるでしょう、うん、これあのベルリン映画祭でグランプリ金熊取ったという意味では、うん、ある意味で代表作と言われているけどでもそれはもう本当にシチリア南イタリアの、ね、貧しい地域からドイツに出稼ぎ労働でやってきた青年が、うん、ドイツでおかしくなって殺人を犯しちゃうっていうまさにその意味で社会問題もろに取り上げた映画を それで作っちゃうんですよね、うん、だからそれからすると逆にシュレーターってそこで明らかにその一般大衆に一歩出てきた時に、うん、あ実は彼もそういう世代の政治の熱い季節の人なんだっていうのが逆にはっきり出ちゃったっていうのが不思議でね、あそこまでやっちゃうんだっていうのが逆に言うと、でもそれがひょっとしたらシュレーターの周りにファスビンダーなりローザ・フォン・プランハイムなりどっちかというと政治的な、うん、社会的な文脈が強い人たちが周りにいたっていうことの反映かなっていう気がちょっと、うん、じゃあちょっと違いますね、うん、ガレルとはなんかフランスだとここまではっきりとでも政治的な映画作ってる人たちはそれこそベルトフ集団とかいたんじゃないですか、うんうんうん、であんまり繋がりなかったのかなって、ね、ベルトフ集団とガレル、うん、でもゴダールのことは常に頭にあるし、うん、ガレルは例えば、うん、ゴダールと仲間たちっていう映画をもう64年に撮ってたりとか、はいはいはい、いつもインタビューの中にゴダールの新作の話をしてたりとか、うんうん、でもゴダールって確かに得意な存在ですよね、うん、本当に政治的にというかそういう意味で政治あのアジテーションのような政治映画は作ってないし、うん、確かにゴダールって、うん、ガレルも例えばアクチュア1って68年に五月革命を、うんうんのドキュメンタリーのように撮った作品があるんですけど最近2年ぐらい前に発見されてイタリアのラボでシネマテークでリストレーションされてやっと見れるようになったんですけど そこの中でも特になんか政治的な何かを語ろうとしているというよりはその日本語題だとレザマルギリアだから恋人たちの失われた革命をご覧になられましたか、はいはい、あそれは見てないんですよそれね、うん、あの68年5月についての話なんですけど、はいはいはい、何をしているかというとみんな役をやってぼーっとして詩を書いて絵を書いてっていう映画で特に政治的な何かがそこにあるわけじゃないっていう映画をガレルは撮ってるんですよ68年に関して。ああ、うん、それ作ったのは何年でしたっけ2005年。なるほど。で68年撮った作品も見たんですけど、ええ、特に政治的な何かがあるわけではなかった。立ち位置がちょっと違うかもしれないですね。うん、あでも68年っていうのから完全に離れた作品ではないわけなんですね。そうですね。そこが面白いですよね、うんうん、なんかそういうなんかおじいさんかお父さんみたいなのがなんかピストル持って出ていく映画なかったでしたっけモノクロのあれ何だったかな
なんだろう、いつ頃の映画だろう、ピストル持ってる映画、あの最後になんか亡くなし最後に死ぬピストル持っていく、なんかそういう映画なかったでしたっけ、自由夜、ピストルで殺されちゃいますよ、自由夜、あ、自由夜、アルジェリア、でもアルジェリア戦争の、うん、あれも一応そのアルジェリアの、そうです、父親のモリス・ガレルの話です。ああ、そうです、そう、だから多分そういう時代がそういうものは要請してたと思うんですよね。これはドイツも60年代、うん、70年代ってそうなんだけど、うん、要するに周りも政治的なものを作れと、で政治的じゃなかったら批判されるという風潮はあったと思うんで、そういう文脈でダイアローグを手に入れたのがウェルナー・ショート、うん、でもどうなんでしょうね。でもそういうので仕方なしにやったのかどうかがちょっと謎で、うんうん、でその後もう一回また抽象的なんで戻るでしょ、だから その、うん、それこそその後に愚か者の日になるわけじゃないですか。愚か者の日は81年ぐらいかな、83年、3年か、あ、でもガレルも83年に彼女は陽光の下で何時間も過ごしたっていうのを撮るんですけど、それユスターシュにまた捧げてるんですけど、ほうほう、その作品も前よりより抽象的になる、一瞬だけ、でもその次はまた変わるんですけど、ああ、なるほど、うん、なんかなんていうんだろう、ウェルナー・ショーターとガレルってすごく共通点があるってずっと思ってて、そのレミニスタル・ドラールの中で取り上げた作家の中で、多分ガレルはウェルナー・ショーターに一番親近感を感じていたんじゃないかって、執事も、執事っていうか、まあ60年代に実験画も撮ってたし、その後78年をきっかけにダイアローグを手に入れてっていう風に、なるほど、でその後劇映画も作り、そう、劇映画も好きなく作りながら、うん、舞台演出はやってたんですか、ガレルって。全く全く、とにかく純粋な映画の人と聞いてみたんですけど、ええ、全く興味がないって、できないって言ってましたでもレミニスター・ド・ラークの中では、うん、舞台の、うん、ええ、多分演出をしに来て、ちょうど多分たまたま来ていたウェルナー・シュローターを、うん、その舞台の、その場所、その舞台の手前でインタビューするっていう形で撮ってて、うん、なるほど、まあでもそうか、フィリップ・ガレルみたいなのが舞台になるってちょっと想像つかないですよね確かにうん、いやでも何なんだろう、意外とニュージャンマンシネマの人って舞台と映画と両方行ったり来たりする人多くて、うんうんうん、あ、でも確かにそのガレルの世代だったらブノワ・ジャコは多分オペラとかの演出とかしてるかもしれない、他の人は、うん、してないかな。あ、ブノワ・ジャコってあのトスカの映画化した人でしたっけ、うん、あ、そうかそうか、いや、あれはちょっとどうだよと思ったんだけど、まあそれはそう、うん、ああ、なるほど、うん、うん、そうですね。あの、ちなみに話ちょっと戻るけど、マリーナってどう思いました？なんか覚えてる映像ってありますか？私マリーナともう一本イザベル・ユベールが出たのがちょっと混ざってるんですよね、うん、火が出てたのは最後、あの燃えるのはマリーナ、マリーナ、じゃあマリーナだ、火の、火の燃えてるシーンがすごい印象的です、うん、最後だんだん燃えていくんですよ、ね、うん、うん、そう、あ、そう、あれイザベル・ユペールでしたよね、 それそうです、イザベル・ユペールが2本出てます、うん、もう1本ドゥ、ドゥですよね、あ、ドゥですね、うん、その後ね、うんうん、あれひょっとしてフランスでやるとフランス語バージョンで上映してたとか、そうですね、うん、うーん、あ、そうそう、いや、あの確かにシュレーターもそのフランスとドイツと両方で作ってるから、うん、あの、だいたいドイツで出るとドイツ語吹き替え版が出るんですよね。で、やっぱりあの吹き替えだといかにも後からつけたって声になるじゃないですか。あれってやっぱりね、うん、なんかシュレーターの場合はなんかやっぱちょっと気になって、うんうん、その人工的なんだけど、あのアフレコのあの人工性っていうのはね、なんか映画として、うん、イメージですよね、うん、やっぱりウェルナー・ショーターの人工性って、うんうん、そう、だから実は愚か者の日も今度あの、ね、うん、上映するけれど4月に東京ドイツ文化センターで、うん、あのドイツで出てるあの DVD を元にやるからドイツ風バージョンなんで、うん、まあ、明らかにキャロル・ブーケ主演の、ね、キャロル・ブーケの声が他人の声なんですよね明らかにドイツ語で、それがすごい違和感でね、うん、本当にそうなんだ、うんうん、あの、そうだから実はそのキャロル・ブーケ主人公でね、その愚か者の日だったら、うん、彼女は本当に言ってみれば狂人を
のふりをしてあの精神病院に、うん、あの庇護を求めて入ってくるっていう、そういう一応そういう設定なんで、だから彼女が本当に狂ってんのか実は狂った演技をしてるのかっていうのは結構重要なはずなんですが、うん、そういうのが見てるとねよく分かんないわけね。あのとりわけその、あのアフレコでその淡々と美しくドイツ語喋ってるなんか嘘くさいその声で聞いちゃうと、うん、だからなんか全てが全然噛み合ってなくて、その意味で、でそれが狙いだとすると確かにあの絵が成功してるんですよ、うん、狂気って何っていう、もう根本のところからひっくり返すっていう意味では、うん、要するに普通だと映画で狂った人もしくは 狂ってるか狂ってないかっていうのを名付ける眼差しっていうのを映画の眼差しに固くしてね、うん、今見ているものは狂気なのかそれとも違うのかみたいな、そういう見せ方ってできるはずなんだけど、うん、シュレーターはもうそれを完全に全部振り付けられた、うん、あのギャグというかその、うん、なんか学芸会的な演技なんでほとんど、うん、ところがやってることはひょっとしたらそういう病的な人ならやるかもしれないような身振りであったり言葉であったりするわけ、うん、それをなんかものすごくわざとらしくそういう再現というかそういう当ててるんで、うん、あのなんかそのこれが現実だと、これが見るべき現実だみたいなのがなんか映ってない感じがする、ね、うん、全部なんか中に放り出された感じになっちゃってる、うん、いびつな感じがねしますよね。そう、だから見ててなんかその見るべき対象がそこに映ってないのかもしれないみたいな、うん、非常に不思議な感じだから最終的にあの壁がね、あ、これ、そうそう、これネタバレか、そうですね、かバタンバタンとテレマシュージみたいな、うん、倒れるところでようやく正気に帰るみたいな、うん、うんですね、なんか非常に難しい。だから愚か者の日って確かに当時日本で80年代公開された時もあんまり話題になってないというか、良かったって言った人の声聞いたことないんですけれど、ただ今改めてじっくり向かい合ってみるとそのシュレーターがあの時何を模索してたのかなということと、うん、その映画というものがね、その映像本位、それまでシュレーターがやってたような映像本位じゃない形で、うん、でしかも狂気というなんか非常に演出しがたいものをどう捉えるかっていうの、うんうん、そういう意味ではものすごい大胆な実験してるなっていうのはちょっとありますね。本当その大胆な実験を邪魔しないように字幕がつけられればいいなというのが今のほんま言う本当の切なる願いなんですけど、うんうん、ダイアログって自分で書いてたんですか、ベルナー・ショーと。シナリオ作家いると思いますね、多分愚か者の日は、うん、そうちょっと思い出せないけれど、うん、だからあんまりその文学的なセリフにそんなにね焦点当てるような映画って確かにセリフ多くても作んないなというのはちょっとその感覚、うんうん、それであの、まあ、ベルナー・シュレーターこうやって語っててもなんかね見てる人が地球規模でいうとどれぐらいいるんだろうとか言って本当に1000人超えてるのかなみたいな、うん、まあ、もうちょっといるかもしれないな。でもパリでレトロスペクティブした時は、もう本当に満員で、チケットを取るのに 1時間前から私は並んで頑張って取ってました。はあ、でもすごいですね。そうです。でもあの上映に行って満員の席に座って、30分ぐらいすると少しずつ人が少なくなっていってっていう本当に、うん、じゃあ最後終わった頃にはちょっとなんか前が見やすくなってるなっていうあ、本当に、うん、それはあのオリジナル音声字幕とか全部あのほぼインテグラル、さ初期の、実験が的なもの以外は、はい、で毎回ゲストが来て、キャロル・ブーケが来て、ビル・オージェが来て、あ本当に、うん、もう主演女優イングリッド・カーベンも来てたし、あ本当に、うん、すごい熱気でした。あすごいですね、なんか豪華な、うん、そうですね、うんうん、あとは写真当時同時に写真展とか、はいはい、展示のエクスポジションもあったり、うん、すごいウェルナーショーター祭りみたいな状態になってます。2010年から11年にかけてパリですごいですね。じゃあ次最近なんだ、11年とかだったら、うん、で、まあ、でもそうか、うん、でも初期はシュレーターなんか自分の映画のスチール自分で撮ってたっていうから写真もじゃあうまいですね。そう、女優さんの写真が本当に美しくて、あ本当に、うん、もうぜひね日本でも、ね、あそうそうギャラリーとかでやってほしいですけど、うん、そこシュレーターの特徴ですよね、うん、ファスフィンダーに出てくると女優がなんかちょっとけばかったりちょっとわざとね、うん、そういつも美しいですよね。そうそう、同じ女優使ってるとなんかシュレーターの映画に出てくる女優さんって本当に綺麗、ね、うん、本当に綺麗、うん、パリでは開幕上映は、うん、なんかマリア・マリブランの死でした。ああなるほど、うん、まあ、一応代表作と言われているというか。そうですね、うん、いやでもまあそのマリア・マリブランの死とともに、まあ、今回その
ちょっと知られざる、ちょっと呪われかかった作家になっているベルナー・シュレーターをちょっと突然ね、うん、日本で東京でまた上演するという機会が急に回ってきまして、これ4月の23から25だっけ、これ違ってたら後で訂正ね、とにかく3日間だけなんですよね、うん、でそこで全部で5作品、うん、じゃない6作品やるんだ。これすごい密なプログラム、1日3本ずつぐらいでやるのかな、だからということは9プログラム9回やるんで、うん、要するにあるものは2回あるものは1回上映というそんな感じですよね、うん、でとりあえずこれちょっと全部 DVD ではあるんですけれども、うん、そのまとめて6本、うん、シュレーターの作品が見られると、うん、で特に初期の代表作から中期のその、ね、そういうある種の問題作みたいなのまでちょっと結構まんべんなく入ってるんで、一応一番古いのがその中で一番古いのが愛かかたぱかな、うん、要するに69年、はい、要するにシュレーターがとにかくカンヌの監督週間でしたっけ、うん、そこで上映して突然一気に話題になったと、うん、でフランスでも上映されたという、そうですね、この出世作ですよね。でこれがあって、でそれからさっきも出たマリア・マリブランの詩があって、うん、73年でもその間にこういう短美的なオペラ的な映画のど真ん中に爆撃パイロットというなんか3人の女たちがなんかはちゃめちゃな道中記をやるという、もう本当にすごい変な、でももうむちゃくちゃで面白い映画もあり、うん、ちょっとナチ時代をモチーフにしてるんで、そうです ね、 ちょっとなんかそういう変に政治的な部分もあるんだなっていうのが分かる作品ですね、うん、これね。でそれからナポリ王国があり、うん、そしてウィロースプリングス、うん、これアメリカで撮影した、そうな74年、74年ですね、があって、そして最後が愚か者の日になるのかな、うん、はい、まあ、これだけの作品を一気に見ると、多分1日3本シュレーター見たらある種悪夢に取り込まれちゃうんじゃないかと思うんですけど、うん、いやでもそんな、まあ、とにかくまあデジタル版で、しかもちょっと、ね、日本語字幕をちゃんとつけて、うん、オリジナル音声でだから、まあ、愚か者の日はさっき言ったみたいなんで、そのドイツ語バージョンだとキャロル・ブーケの声が違うんでなんかあれみたいな感じはあるんですが、うん、まあ、出てるイングリッド・カフェとかはね、うん、本人の声で出てますけれど、うんうん、まあでもそれ以外の作品は逆に言うと、そうシュレーターってなんかそれこそ映像と音がずれるっていうことの方が多いですよね、うん、確かにそうかも、うん、だからその意味ではなんかもうそれこそさっきのガレルの、ね、オリジナル同時録音主義とか、うん、それこそ、まあ、それで言うと一番のね最右翼は、まあ、ストロボ幽霊ですけど、うん、あの現場のねオリジナルに絶対こだわるっていうあの現実感というもので、もうまあ真正面から反抗した作家という意味ではシュレーターそうかもしれないなって、うん、そうですね、うんうん、これもし月立さんがどれか初めて見る人にこの6本から勧めるとしたら何ですか。私はマリブラの詩がすごく好きですね、うん、で感動、本当に見た時すごいびっくりして、うん、もう一回見ましたよ。あ、本当に、うん、感動した、うん、こんなになんていうの、言葉もなくて、うん、イメージだけで、うん、なんか何かを なんていうんだろう、もう何が語られるとかどうでもいいんだけど最後に見た後に、はい、うん、みんな、フィリップ・アズーリーって、はい、ベルナー・シュレーターの本をちょうど出版した彼も、はい、もう一回見直しても感動して立ち上がってたっていう、はあ、スタンディングオベーションっていうか、スタンディングオベーション、そうですね、終わった後すごいですね、うん、最後のところにマリブランのシーンみたいなパートがあるけど、ストーリー全然わかんないですよね。そう、全然わかんないです。だから何を見たか人には説明できないんですよねうん、うん、確かに。ウィロースプリングも、うん、そうです、見てすごく好きだったけど、うん、覚えてるのはやっぱりマグダレナ・モンテズマの顔とか、はいはい、確かに、うん、イメージが強烈に全部残ってる、うん、でも何を語られたかって言われると、うん、何も言えないです。そうですね、うんうん、そう、確かにそう、顔の話でもうちょっと、そうです、確かに、うん、シュレーターの好みの顔って、まあ、それこそマグダレナ・モンテズマであったり、うん、あとあれですね、初期の頃に出てきたカーラ・アウラウルっていう
女優さん、今回の映画の中ではその、ね、爆撃パイロットの中の3人のうちの1人なんだけど、うん、あのブロンドの丸顔の女性なんですけど、そうなんですね、あのこの人はあの実はあのローザ・フォン・プラウンハイムに見出された人で、うん、だからその意味ではその友達同士であの映画にもあちこち出てるんですけど、うん、でファスビンダーの映画にも何本か出てるけれど、何でしょうね、ある種なんていうのかこの世ならざる顔の人たちですよね、うん、あのシュレーター好きな人って。特にモンテズマってどっちかというと、モンテズマはねもう見たら悪夢ですよね、本当に。なんか世の中のある種のネガティブななんかね、うん、怨念みたいなのが凝り固まったようなそういう表情をした人で、うん、そう、まあその意味ではマリエ・マニブランの詩、うん、とまあもちろん相方タバとかが、あのあんまりそのストーリーじゃなくしてその雰囲気映像を追っかけていくっていう意味ではいいのかもしれないですよね、うんうん、あ、そう、それで実はあの字幕の翻訳ってだからストーリーがないんで、うん、あのすごい難しいんですよね、うん、でね、あの実はあの一番最初に愚か者の日という一番あれ実はセリフ喋りっぱなしで最初から最後まで、うんうん、あのでところが会話になってないセリフが8割ぐらいで、うん、そうですよね。とにかくあの、ね、精神病院の中で女たちがいてなんか勝手なこと喋ってるっていう、うん、でしかも、まあ、当然ですけどあの時代の精神病院の話というと、まあ、もちろんミシェル・フーコーとの対話もあったけれど、うん、で要するに監獄の中と外というのの、ね、その違いというものがある種無効にされていくような部分があって、うんうん、でだから中にいるのが本当にじゃあ狂ってるのかというと、うん、中に、ね、その保護を求めてやってくるみたいな、うん、そういう話になってて、うん、でしかもその当時現実にあったのかな、なんかイタリアであったあの要するに精神病院の扉を開いて外に出て、うん、あのその病人を治療するみたいな、うん、なんかそういう映画もありましたよね、うん、だからそういうのを実際にやるみたいなあの形で、要するに中と外に狂気がどっちにあるか分かんないみたいな、うん、だからその意味では中に出てくる人、精神病院の中に出てくる人が喋っている言葉が本当に狂気なのかっていうのが実は分かんなくなってるんですよね、うん、あの要するに普段自分がものすごく思い詰めてたりする言葉が出てくると、うん、あの例えばその石鹸がないとかですね、そういう類の日常的なこともそうなんですけど、だからそれをただ繰り返すだけであるから、これが狂気の意味なんだろうかっていうのが分かんなくて、うん、それをその字幕で言葉で乗っけてね、なんか言葉をねわざとらしく見せていくのって実はシュレーターの映画にとっていいことなのかどうかって実は訳しながらすごい悩むところでもあって、それだったら単に音としてね、わけのわからぬそういう音の洪水をただ体験した方がいいのかなとも一種思うんですが、でもう一つ詩かなと思って最初訳してたんですよ、あのポエムと思ったら意外とそのポエムになるような美しいあの言葉がないんですよね、愚か者の日って、うん、でこれちょっと他のちょっともう一回字幕やるときに、でもね僕がキパイロットもそんなに美しいセリフってなかったんだよなと思って、だからシュレーターにおける言葉っていうのはちょっと不思議ですね、あの、まあ、映像と一緒かもしれない、綺麗なんだけど汚いというか、なんか、うん、あの輝いてんだけどなんか暗いというか、なんか変にいっぱい割れ目というか裂け目が入っているような、はい、ニュージャーマンシネマを研究していると、割とニュージャーマンシネマって、まあ、社会批判的なことを描くことが中心なので、まあ、美的なあの完成度って割とあのなんかいまいち、ってとこが多いんですけれど、まあ、その時代に活躍していた監督として、まあ、名前は知ってたんですが、ベルナー・シュレーターの作品は実は初めて見たのは、まあ、遺作となったこの夜にという作品で、まあ、ストーリーが、まあ、オネッティの小説に基づいてありながらも、まあ、すごく、その美的な完成度っていうか、まあ、視覚的な作りっていうのの、
完成度の高さっていうのに驚いて、そこから、映画を、シュレーターの映画を、まあ、見始めたっていう、僕はそんな感じの、まあ、シュレーター経歴っていうことに、なってるんですけれど。